活動報告1日目妙な姿勢制御システムで無事着陸、追って連絡すると伝えられていたが、送られてきた情報はこの惑星の名前シルバ、それだけであった。最終目標も伝えられず、デアゴスティーニのごとく小さな目標が送られてくるだけ。必ず労働組合に文句を言うことを決意した。自然保護団体が見たら相当しそうなとんでもバキュームを支給され、ひとまず周りを掘ってみたりした。次は周辺を調査しようと思う。以上。これが大型ですか？これ大型ですね。うん、でっかい。何作れるんだろう。アストロペディアを開く。うわあちょっと待って、画面の横でめっちゃ伸びてない？あ、オッケー。よし。うわあ、配線モヤモヤするな。配線モヤモヤすんな、これ。まあ、いいべ。ウニがある。あ、そう、ウニ持ってきたよ。いいウニですね。ミッションで。うわ、ポット落ちてる。なんの？俺たちが乗ってきたポットと同じのが落ちてる。え、怖いんだけど。絶対不回収するでしょ。ガラクタって書いてる。俺たちってもしかしてガラクタでできてる？怖い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 。急にゲームの終盤でいろんなことに気づかされるやつじゃん。不要なものをスクラップにしてリサイクルできるって書いてる。まあミッションログでやると溶鉱炉をアンロックしなきゃいけないらしくて、コンパウンドが圧倒的に足りない。この辺平らにすか。よいしょ。ドダイトスみたいな色になっている。ペチャンコドダイトスだな。ペチャンコドダイトスだね。ドダイトスのドット絵近くで見たらこうなるんだ。なんだこれ。わあ、トンネルだ。綺麗だね、ここ青くて。そうね、トンネルなんか硬いんだよね。掃除機じゃ無理ある。ごめん、俺トンネル掘るセンスねえわ。なんでだよ。こうはならんだろう。ここからコントロール押しっぱでガリガリやっていけばいいじゃん。あ、終わりきた。貫通したわ。まあ、なんとなく山掘ったんだけど。お、悪くなーい。悪くない。おー、見晴らしがいい。見晴らしがいい。おー、すごい。ガーランド移動だ。この紫ね。これ黒煙。研究アイテム、鉱物。ゼルダみたいになってる。あ、なんかある。特に何もない。あ、やべ。おい、ニキビできた。本当ある。お、なんか光の柱立って気になりすぎる。行こうぜ。なんか、テザーを置くショートカットがあるっぽい。え、そうなの？ T。T だったわ。テザーの T や。テザーの T か。ピー。切れたら T。ピー。切れたら T。B。早い。早い。いいね。それは。1、2、3、4、5。すげえ。バロラントの武器のスキンみたいになってる。ギャラクシーまるまるな。すいません。ここから耐えられる。お、電源だ。ここに電源があるってことは。つなぐとなんか起きるのか。置いて。ビービーだ。おお。あ、じゃあもう一個小型プリンターで差し込み？ちょっとさ、外して。これ？うん。へこむ。へこむじゃん。ちょっとつけてみて。わかった。俺がいるとダメ。あ、ダメだ。置いてみて。ケチめ。ケチだな。小型の発電機を作る。それ何？発電機。なんかついてない？さっきこう。俺たちが今まで邪魔だなこれ捨てたオーガニックを差し込むと発電するのか。どけ！うわ、おい、来た。小型発電機作りまーす。作りました。置きました。繋いでました。はい。あ、そういうことじゃね？どういうことじゃね？コンパウンドで作るの？小型発電機って。そう。小型発電機を置くじゃん。で、繋ぐじゃん。で、最初のやつが切れたんだと思う。切れた。お、どんな感じ？下がってきた。あ、やった。え、うん、怖い。ドゥン。怖いな。怖いな、これ。でも、俺、好奇心の発は。おお、何が起きるんやろ。切れた。はい。よし。それはおもろいわ。はいはい。ゲートウェイチャンバー。な、なんちょ、なんか出てきた。なんか見つめる。ちょっと何？ちょっと何？
薄暗い濃度。薄暗い濃度とオリジン濃度。俺たちは今オリジン濃度にいるの？これ持って帰れんじゃないの？え？ワープかな？ワープ？多分光ってんのがオリジン濃度ってとこだけだもんね。なんかこれみたいなところが何個かあって、各地にこれがあるの。うおーすげえ、超綺麗になってる。うわーうわー、え、小型発電機3つでそうなる？こんなんでいいんですか？まあこの辺のゴミどもは持って帰るでしょ。発電機を回収していくか。帰るか。なんかちょっと進んだ感あるな。青の洞窟、昔女の子と青の洞窟3回行ったな、うん、3回行ってんな。青の洞窟ってパスタうまいくらい。青の洞窟のパスタ売ってない、ちょっと高いやつ。何それ青いパッケージの知らねえ。初めてって顔で俺3回行ったな。へえ、ちゃんと上手に初めてできた。できたよ。おいー、あ、俺初めてだな俺ヘラヘラしてんじゃねえぞヘラヘラするやろそれ。するなー。してな、3回ってやったらもう面白くなった。3回はするって、もう無理だもん。研究完了。クロールバーリー、小型バッテリー、いっぱいなんかもらったと思う。充電可能な、もらっちゃった。小型バッテリーちゃんをつけて充電できると。次はバッテリーをフル充電にする。あ、してます。はい。あ、次、科学のために研究分析台をプリント。そそる、そそるかも。これこいつは、これはこれはそそるかも。そそるかもだぜ。中華製だ。あいつらさ、うん、タバコ吸っていい？いいよ。タバコ吸ってどこカットする？いや、いいんじゃないタバコ吸うランタンもええやろ。あいつらさ、うん、いろいろなんか飯とか作ってたじゃないですか、うん、ラーメン作ってたじゃん、うん、さ作者目線でさ、うん、じゃあラーメン作っちゃおうって何でなったと思う？あの環境下で作れる現代の料理っていうのがラーメンだったんじゃない？科学を用いた料理感あるじゃん。あ、ハンバーグとかさ、言うたらもう肉焼いただけやでってなるじゃん、ぐちゃぐちゃ。ああ、くまでラーメンっていうその技術というか。絶対さ、作者がお風呂でさ、うん、すするぜって、うん、いやどう絶対やったでしょ。へえ、どうだろうそれ。やってたとしたら俺見直すまであるけどねだってすするぜこれはってなっちゃったのかな、うん、千空に言わせようと思ったけどさすがになと思ってやめたけど、でラーメンだけ残ったみたいな。あ、誰か言ってなかった、うん、すするぜって、うん、言っててもおかしくない。うん、言っててもおかしくないけど、言っててもおかしくないことを言うなよ。ま、紛らしいから。あ、研究分析台、コンパウンドあと1個。でい。やあ。あ、あ、あ。これはそそるんじゃない？そそってますね。もう作り方もすごい。チーズフォンデュ。俺今でも、あの、チーズフォンデュ失敗してぶっ飛ぶ人、中国人の動画見て今でも笑うよ。大好き。ああ、ちゃんと脳裏焼き付いてるわ。そう。面白すぎるものはやっぱ焼き付いちゃうから、脳裏。あれ、ほんまおもろい。面白すぎちゃうよな。あれ、面白すぎちゃう。たまらんわ。ああ、なんか殺せよみたいになってきた。カブトムシ戦わせるのかな。こんな。あ、洗濯機の中身みたいな。お、ビブレード？なんで？こうなる。こうなったね。ごめんな。カスタムロボ。でんどんどんと。え？お。おお。これ3本必要だからさ、大型。これがモジュール本体で、下に土台みたいなのがいいのか？ちょっと下掘る。まだ手触るんで、ちょっと下掘る。おお。おお。見たことない。何かがあるよ。何これ、セラミックだ。セラミックが必要だ。セラミックはどうやったら手に入るんだ。石英手に入れた。テキーラ、石英。ああ、好き。ガラスっす。なんか栽培できるっぽい。え、何を。ポップコーラル。コーラルって確かサンゴ礁だよ。エウレカで覚えた。物知りだね。いや全然知らなくて。あ、でもそうかも。やばい、うちなんかトウモロコシとブドウとピーマンがいっぱい置いてある。石英ってまだ見たことないもん。すごいじゃん、力持ちじゃん。そうでしょ、間違っていっぱい触っちゃう。ポップコーラルとかいうの手に入れたんで。これ見て。はい、ほらこれがね、これね、ここにガチョンってできるんだよ進んでんじゃん。でもあ、はい、どうしたらいいか。あ、ちょっと、取られた。ぎゅ
隆起してる。はい。何？電気足んない？電気足んないの？つなげらんない。調べてるつもりじゃん。うん、調べてんの。お前はじゃあ何で動いてんの？研究アイテムや資源をバイトに変換する。あ、なんか足りてないっぽいな、電源が。あなたの刺したのってこんな大きかったっけ？え、そんなもんじゃなかった。ぶっそ膨れてるけど。ふっ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 。僕大丈夫？体に悪くないの？ふっふっ。でも美味しかったよ。あ、食べたの？ふっ、いや食べてないけど。伸びんの早いくせキモい。危険物って言ってますけど。何になるんだろうこれ。何になる？気持ち悪いな。ほどほどにキモいですね。全部同じ形なんだ。これがデフォなんだ。なんみたいな。なんみたいな。バミューダフォンのカメラで撮ったな。ゴミじゃん。バミューダフォンってなんか食欲を削ぐために青カメラモードがあるんでしょ。そう。でもあれなんか一応美味しく撮るモードって言いようじゃなかったっけ。嘘だったろ。バルミューダフォンか。おいだ。なんかバギャーって掘り起こした。おお。タネゲット。なんのプラント X みたいな危険物やんけ。バウンスバイン、ちょっと楽しいかもこれ。なんかあるよ。なんかある。なんか煙突で守ってるみたいなやつ見たことある。プペル。うん、ない。どんな話予想しようぜ。プペルっていう、だから男の子がプペル、あれプペルなんだ多分。で煙突山のプペルってことはなんかアルプスの少女ハイジみたいな。ハイジみたいな。そう、そう、地形プラス人物みたいな。そうそうそう。なるほど。プロサルバーゴル。地形でも何でもなかった。うん、うん、フィッシュ竹中。辛い料理作れそう。お腹痛くなるかな。お腹は痛くなるね。お腹というより肛門が痛くなるね。あれも嫌だ。美味しくはないの。いや別に辛くなくても美味しいじゃん。だってまあそうだけど、カレーってさ幼少期から食いすぎて食い飽きたじゃん。俺そんなことはないけどね。俺は。あ、ほんと？うん、結構好きよ。でも辛いものを食うってことは、うん、多分辛い方がいいっていう人もいるんで。まあいるとは思うよ、それもちろん。うん、だからまあどっちの勢力もどっちも攻めちゃいけないって話ですね。いやまあそうね、その、いやどうだろう。攻めたい。攻めたい。山々をね、もう破壊していく。その行為、あんまりなんか意味ない気がするね。コンパウンドでなくない？俺の視界になって落としちゃった。森を守る会みたいな人に怒られそう。クマを守る会みたいな。そんなのいいの？もうらしいよ。すぐ何かも。そうだな。まあ、あいつらって基本、大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫？ミッションになんかネタバレみたいなこと書いてある。惑星のコアまで地下を掘り進み、その起動方法を見つけようって。惑星起動すんなよ。惑星を起動すんの。よっしゃ、ミッション終わらした。ナイス。こういうので結構変わってくるからね。韓国どそいよ。あ、テザーを3セット。あー、いいね。1セットもらおうか。レピー、めちゃめちゃ近い行こうぜ。めちゃめちゃ近い行こう。2人で行った方がいいよ、そしたら。行くぞ。うわー。うわー。お、わー。今、どうぞ。お、あ、パイセン。パー来たねー。来たねー。やったー。ちょっと平らにしたい、ここ。頑張ったなーこれ。余計なことして死ぬのやめよう。いい感じに平らを作ろう。あ、来た、乱数タイヤ。よしよしよし。おいおいおい。あー、なんか平らかー。ちょっとソニックぐらいしか走れない感じ。ね、まあ、でかくていればいいけど。まだホーミング毒に殺されないように。あなたの平らだな。クレルスの平ら。星の各見学ツアーの実績会でしょ。あ、え、あ、え、
あ、重力が変わった。あ、そういうこと？重力判定した。あ、どういうことか。もう酸素がない。あ、ずるいじゃん、そんなこと。積んだ？あ、積んだくせえな。積んだくせえな。いやー、初見殺したな。いや、オッケーオッケー。いったいった。あれかと思った。テレポーターかと思った。もう。ああ。いざ置こうと思ったら滑った。いろいろなくしてしまったが、なくした。ただ、あ、ミッション。お、ポイセン。バギーもらえませた。やったおー。ここで、役に立つ、こいつが。そうじゃないだろう。小型発電機じゃダメかな。小型発電機2個とかできんじゃない。お、動きそう。ああ、早えな。早え、ね、あ、すっげえぶっ飛んだ。ああ、うん、ちょっとバギーに無理ある。あぶね。あ、いいけど、二人乗りとかできねえんだ。あれ、あそこまで行ったとしてどうしたらいいんだろう。まあ、あれを起動するんだろうけど。あ、中型プリンターでバギー作れるなって。もともと作れたっけ？いや、作れない。設計図が出たんじゃないかな。設計図はミッションでもらうのかな。そうじゃない。これ以上進めなくないか。また持ってきた。あげる。まだ終わってない。これも電圧とかあんのかな。研究中の消費電力みたいなこと書いてるけど、電圧どうなんだろう。ああ、書いてあるわ。書いてあるっていうか、チカチカしてるね。大型の発電機がいる。中型の発電機があるはず。なくね？まずうちは電気が弱すぎる。そう、電力供給を変えるんだ。小型のアイテムを移動先の範囲に自動で移動させる。きたー、こういうのこういうの。ストレージセンサー、ストレージの容量に応じてターゲットの対象を作動させる。はい。近接リピーター、このアイテムを探せると、範囲内の他のアイテムも連動する。なるほど、面白いじゃん。支援リピーター、なるほど、カウントリピーター、なるほど。それは制御の話だな。あ、よくあった。コンパウンドと樹皮でできます。ポチ、ここで大型プリンターの出番です。大型プリンターさんが、頭が痛くなるぜ。何がダメなんだ。許さねえ。なんでやねん。大型プリンターやんけ。ダメんだよ。人類を。あまり人類を舐めるね。ああ、じじいか。アリンコーダン。中型プリンターで作るってことねえよな。あるじゃねえかよ。舐めんなよ、クソが。やべえ、どんどん口合うくなってきた。始まった？始まってないわ。僕がこういうゲームで一番好きな要素って、物流なんですよ。はいはいはい。物がいっぱい運ばれてるとこが見て、パイプライン的なね。そうそう。うおー、頑張れバギー。陽光炉、大型プラットフォームがいるので楽しくなってきた。ようやく。ああ、やっぱ引きこもるのが一番よ。頑張れ。俺はここの星を縦断するんだ。違うゲームだな。科学実験装置、複数の資源や大気資源。大気資源って何ですか？それ今だいぶ誘ってるよ。知ってる？今だいぶ誘ってるぜ。あ、お、帰ってきた、帰ってきた。うわー、この星一周してきた。あ、本当？意外とちっちゃかった。うん、ちっちゃかった。1ぐらいちっちゃかった。でね、アンモニウム拾ってきた。アンモニウムを拾ってきた。うわ、ドリアンじゃん。ちょっといろいろできてちょっと散らかってましたけど、これバギーやるとバギーから酸素供給されるからエザいらない。おお。でバギーバッテリーがめっちゃ持つ、はい、めっちゃ持つっていうか軽自動車みたい。軽自動車すぐバッテリーなくなるけどすぐ充電できて、オーガニック1本でほぼ一周してきた。いいですね。あ、じゃあアンモニウム焼いてみようぜ。とりあえずこの辺にある素材全部焼いてみようぜ。とりあえず電気つなぐじゃん。電気起こせボケ。ウニ焼いて、ウニ焼きてー。で、オン。焼けてる？いつ食えんのこれ。綿あめ機みたいだね。電力どうやって増やすの？電力はね、
多分ライン上につなげば食料も交流もクソもないみたいな感じだと思う。あ、ほんと、ちょっと見ていこうか。何を？ドクターストーンプチさん俺たちがドクターストーンやってる間にドクターストーン見てさ。まだ見てなかったの。うん、見てなかったと思う。うん、わ、だいぶだいぶいい。あれジャンプだっけ？あれジャンプ。うん、熱い。熱い。あのね、ちゃんとね、かっこつけるからね、あの漫画ね。そうね、難しいよな、かっこつけんのって。かっこつけんのって難しいよ。うん。バカの友達の周りだったらな、全然。ちゃんとかっこつけるのって大事だよな。大事かもしれない。なんか。配信はまだやってないけどね、動画とか作り始めて思うけど。思うけどね。かっこつけられるところでつけてこうよって話だもんな。まだね、丸く立ち回ってるわ。そうだね。よくないね。よくないね。でもなんか、うん。ディフェンス。そう、恥ずかしくなっちゃうから。恥ずかしくなった段階でも、その後に気持ちを奮い立たせてやったとしても、それは恥ずかしいものになってしまう。ああ。予行路止まってるけど。え、なんで？旧型発電機あった。タングステンとアルミニウムを持ってこうとか言ってる。何か焼いたら何ができるとか、なんかちぎった。あー、研究したい人がいる。だってこれ止まってんだもん。おい、ニューラー。無茶苦茶来た。おい。どけー。はい。いろいろやってみようぜ。ニューワン。これ焼けてんの？こいつはいけた。あー、すごい。生成されてきた。気持ち悪くなってきた。気持ち悪くなってきた。何時間もやるもんじゃない。ガラスだ。イエーイ。それ何？あ、ここに。炭素だからさ、だって。はい。はい。プチ。炭素だ。あ、炭素だ。イエーイ。ウニ焼きたいんだけど。あー、どこ行くね。どこ行くね。辺の植物ってさ、あれなんだ。なんか拾った。キモいの拾った。キモ。キモ。何それ。魔人ブーの変身の途中じゃん。こんなんだったかもしれない。ポポビッチっていたじゃん。うん。ご飯パワーする人。うん、あれで使った粘土って何由来の粘土だっけ？何それ。キモいのいっぱい出てくる。どっから出てきてんだよ、それ。ウィダあ、これか。青いぞ。あ、なるほど。あ、死んだわ。GG。一旦この辺で止めとこうかな。そうだ。というわけで本日はここまで。ゲームシステムある程度理解し始め、いろんなことができるようになってきましたね。次回はできることを増やしていく予定でございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、高評価、チャンネル登録もよろしくね。